川津ら漆器河津ら漆き,きは秋田県湯沢市に伝わる伝統工芸品である。鎌倉時代、源、頼朝の家人で稲庭城主の小野寺重道の弟、道のり公が家臣にさや、弓、鎧などの武具に漆を塗らせたのが始まりとされている。本格的に漆器産業が始まったのは17世紀中頃。 玄奈から玄禄にかけてであり、川津村を中心におよそ26個が湾資業を営んだという。文化12年、藩の許可を得て、朱塗りの漆器を作り、藩路を多国に開き、江戸時代後期には、藩の保護政策のもとに、湾、禅、重箱など幅広い漆器が作られるようになり、沈金、薪絵などの飾りが加わって、産業基盤をさらに大きく築いた。 近年は新製品開発など、販路の拡大によって、多種企業との連携で、全国展開が見られる。平成8年間の伝統工芸品に選ばれた。柿渋と木漆による渋下地をし、中塗りを5、6回繰り返すことでより丈夫にし、仕上げは花塗りの技法で上塗りする。剣道で実用性に優れると言われる。加殖は、河津の特有の沈金、薪絵を施す。 堺井のりあ河津ら湿気産地と東芽田稽古消し産地の流通構造の比較アンケート調査、聞き取り調査の結果を中心として、1992年、東北地理学会2001年秋期大会記事参照、堺井のりあ河津ら湿気産地と東芽田稽古消し産地の流通構造の比較アンケート調査、聞き取り調査の結果を中心として、 1992年、東北地理学会、2001年秋季大会記事、P7、ありがとうございます。